はい。はい、それで、その後は？ええ。一体、誰と話してるのかな？姿を見ることのできない霊界人の方が、まだいらっしゃったんですね。何ビビりまくってんのよ。そんなんでよく妖精界に行く気になったもんね。ビビってなんか！ないもん。グレンダこそ本当は怖いんじゃないの？お前はこれを持って人間界へ戻れ。俺は妖精界へ。父さんのところへ行く。そんな、私も一緒に行くです。大丈夫だ。皆さん。これで妖精界へ行けますよ。手伝っていただいてありがとうございます。さあ、ベッさん。あ。それでは行ってきます、父様。父様って。大丈夫だ。もう一人じゃない。シャレになってないわね。あれを見てください。妖精王様があんな姿に。畜生、ディアボロスめ。何なのですかあれは。ディアボロスの根だ。ディアボロスの根、根っこ。父さんの力はもう限界だ。だからディアボロスは父さんの封印を破り、妖精界を食べ始めたんだ。そんな。じゃあこうしちゃいられないじゃない。待ってください。行くならばそれなりの準備が必要です。みんな行くよ。なるほど。この不吉な風の正体はディアボロスであったか。何なんだ、そのディアボロスっていうのは。世界そのものに寄生する魔導生命体じゃ。これに寄生されるとやがて全ての力を吸い尽くされ世界は崩壊してしまう。このままでは妖精界はおろか他の世界までもが。僕、ダガさんたち呼んできます。いいっていうの。わからない。父さんもあいつを封じ込めるのが精一杯だった。だからティアラを手に入れてその力にかけるしかないと思ったんだけど、もはやそんな猶予も。しょうがないでしょ。や
めなさいよ。そうだ。ねえ、みんなも一緒に戦おうよ。私たちだけより、みんなで力を合わせた方が、チャンスはあるよね。いいんだ。大丈夫。みんなは安全な場所へ避難してくれ。父さんは、俺たちがきっと救ってみせる。行こう。臆病者はさっさと逃げてなさい。グレンダさん。はいはい。しかし、なぜ急にディアボロスの力が増したのでしょう。奴の力が増したんじゃない。父さんの力が落ちてきてるんだ。でも、どうして？奴が妖精界の水を枯らして、父さんの力の元を絶ったから。ふん、せこい野郎ね。ますます気に入らないわ。じゃあ、雨が降って水が戻れば、妖精王様も元気になるんだね。かもしれない。けど、俺一人の力じゃ、父さんを蘇らせる量の雨を降らせるのは無理だ。雨降らしが得意な人なら、もう一人いるよ。仕方ないわね。私としてはちょっと地味で物足りないけど、やってやろうじゃないの。でも、雨を降らせる前に、あの根っこみたいなもので邪魔してくるんじゃないでしょうか。多分ね。だからココルちゃんと私は二人を根っこから守る役ね。はい。それでは私も。でもエルミナちゃんにはもう一つ頼みたいことがあるの。私にですか？根っこが出てくる前にそこの地面が盛り上がるって気づいたんだ。だからエルミナちゃんには空からそれを見つけて私たちに教えてほしいの。わかりました。私たち5人力を合わせればできるよ絶対。どうしたの？いえ、何でもありませんわ。よし、やろう。ほら、そうと決まればさっさと配置につくわよ。痛ー。もう、おでこを叩くことないでしょ。そんな叩きやすいでこしてる方が悪いのよ。準備 OK！ エルミーナちゃん！不思議だな。さっきのユーシーの言葉を聞いてたら本当にできる気がしてきたよ。あのガキただ調子がいいってだけよ。そんなことより私の足引っ張んないでよ。それは俺のセリフだ。やるぞ。来ましたわ。後ろと右からです。後ろからも？ここルンタが後ろ。妖精王様に持ち直せそうですね。先にディアボロスから離れてください。でも、いいから
と行けっての。魔界の姫をなめんじゃないわよ。天界の姫もついてますのでご安心ください。クリスタエルミナちゃん、わかった。ココルンさん、ベス、とりあえずここから。来たぞ。少し太ったんじゃないか、お姫様。うん、でも、ここはドラゴス様。どうしてドラゴ様とアルコがここにいるの？人の背中でそう騒ぐでない。俺たちだけじゃないぜ。下を見てみな。さあ、皆さんこっちで。良いですぞ。では、しまった。お任せください。すごい、みんな来てくれたんだ。あとは任せろ、奴は俺たちが倒す。やらなきゃいけないんだ。それなら私も一緒にですよ。よし、次はあいつだ。分かっておる。妖精界の命で力を回復してるんだ。じゃあディアボロスが傷つけた、その分妖精界も壊れちゃうの？それよりも今の光、プラチナプリンセス候補の持つ力なのか。勇士、聞くのじゃ。お前たち5人の持つ心の力、それでディアボロスの闇を打ち砕けるかもしれん。
5人の力を一つにするのじゃ。アロン、お前はあの娘たちを守れ。わかった。私たちの心の力でも、まだグレンダとエルミナちゃんが。どうしたの急に。少しは聞いたようね。いや、待たせたわね。主役は後から登場するものですわ。グレンダさん、エルミナ、よかった、無事だったんだ。下でこいつらに会ってね。一緒にディアボロスの根っこを片っ端からやっつけてきたわ。さすがに転んでもただでは起きませんわね。なんかあんたに言われるとムカつくのよね。よーし、これで100人力だね。やろ、みんな。よし、かすり傷だ。それより、お前にはやらなきゃいけないことがあるだろう。行け、ここは俺が。私たちが通さないわ。フレル、私たち間違ってた。でももう誰も逃げたりしない。なあ、しまった。まさか。そうじゃ、やめよ、よせよ。これ以上はお前の身が持たぬぞ。父さん、やめて、やめてってば。お願いだから、もうやめて、やめてよ。もうこれ以上やったら元には戻れなくなってしまう。ベス、私たちの心の力、お願い。無事だったんだね、父さん。ありがとう、ベス。お前のおかげだよ。うん、俺だけの力じゃないんだ。みんなが助けてくれたんだ。良い友達と出会えたんだね。
ベース、私は体を癒すため少し眠らなければならない。心配ない、そう長い時間はかかるまい。でも大丈夫、お前はもう一人ではないはずだろう。行きなさい、お前を待っている者のもとへ。見たである。はい、エターナルティアラの大いなる魔力は世界のバランスを崩す。全ては世界のためなのだ。わかりました。あなたの話した言葉は柔らかな風のように包んでくれる。プリンセスになれるかまだわからないけど、もしもなれたら。次回卒業、胸に秘めた思い。アルク、どうしたの。ア